西翔子です。京都市出身です。1994年3月11日26歳です。前職はお菓子屋さんで働いていました。オートレーサーを目指すきっかけはバイクが大好きだからです。養成での目標はみんなに負けないように整備も自分で自信を持ってできるようになることです。将来の夢はみんなが応援したくなるような選手になることです。